にちは、柳田理科の1日1科学。お金はずっと昔から同じものが使われているわけではありません。時代が経つとお金の価値も変わるし、偽物を作られないために時々変える必要があるからです。例えば僕が子供の頃、こんなお札がありました。色は千円札に似ていますが、よく見ると500円と書かれていますね。お札には人の顔が描かれていますが、500円札に描かれていたのは岩倉具視でした。そして他にも100円札がありました。こちらには板垣退助が描かれていました。そして今あるお金でも、昔は描かれている人の顔やそれから模様が違っていました。今千円札には野口英世が描かれていますが、その前は夏目漱石、その前は伊藤博文、その前は聖徳太子でした。そしてコインも今とは違うものが昔はありました。ちょっとご覧ください。この2つは昔の100円玉です。今の100円玉と大きさはほとんど同じですが、今の100円玉が銅とニッケルでできているのに対して、昔の100円玉は銀と銅と亜鉛でできていました。この2つは昔の50円玉です。今の50円玉よりも大きくて、穴の開いたものと開いていないものがありました。昔の50円玉は純粋なニッケルでできていました。純粋なニッケルは磁石にくっつきます。今の50円玉にもニッケルは入っていますが、25% しか入っていないので磁石にはくっつきません。これに対して昔の50円玉は純粋なニッケルなので磁石にくっついていました。今日の一日一価格、昔の50円玉は磁石にくっついた。昔のお金も今でもちゃんとお金として使うことができます。価値は50円玉なら50円です。でも自動販売機では使えないですね。残念。また明日。